高緑地は愛知県名古屋市名東区にある総面積66.2ヘクタールの総合公園。板かの森という名称でも呼ばれる。緑地そのものは東隣の長久手市にまたがり、長久手市側では都市公園、仏の里緑地として整備されている。本校では必要に応じて、仏の里緑地の範囲を含めて記述する。なお、いのシし高緑地という名称は、 旧愛知郡、猪高村に由来する。もともとこの一帯は愛知郡、諸港村という丘陵地帯にある村で、田畑のほかは雑木林が広がっていた。一方名古屋市も周辺市町村との合併による地域拡大を視野に入れており、それを見越して公園等の整備を伴う都市計画を行っていた。高村も1955年に名古屋市と合併しており、 合併から約3年後の1958年2月15日に都市計画緑地に追加される形で整備されることとなった。その後、1965年1月27日と8月28日1977年1月17日に一部削除、並びに追加を行う形で整備されていった。その後、2000年から2001年にかけて、 森林の整備や棚田の復元が行われている。なお、イノシシ緑地に続く山林自体は、日清市の杉山女学園大学日清キャンパスのあたりまで続いていたが、その後の宅地造成に伴い2000年代前半には、長久手市の宇塚緑地のあたりと杉山女学園大学の敷地内にごくわずかに残る雑木林を除き跡形もなく消滅した。緑地内は、 名古屋市内とは思えないくらい嘘と、木々や竹が生い茂り、昼間も薄暗い。森林を散策する際は蜂やマムシなどに注意する、必要がある。かつて塚の入り地の前に、名古屋市名東プールが存在した度限りで閉鎖。現在プールの受付の建物は、森の集会所に、プールの跡地は駐車場になっている。ありがとうございます。